では縦軸に初速度、横軸に気質濃度をとって、酵素濃度一定の条件でグラフを書いてみると、こんな風なグラフが描けます。酵素が基質で飽和された、そんな溶液内での初速度を最大速度 Vmax と言います。ね、ざっと説明すると、基質濃度が高ければ高いほどその溶液中での初速度は上がりますよってことがわかるね。さらに基質濃度をものすごく高くしていくと、やがてその初速度は Vmax という値に近づきますよっていう意味です。こんな風なグラフの形を直角双曲線といって、 y イコール b プラス x 分の ax で表されます。この a というのは x を無限大に飛ばした時の y の値です。で、この b というのは y イコール2分の a を与える x 軸上の点です。確かめてみましょう。 x を無限大に飛ばした時、y が本当に a になるのかを確かめてみます。 x は0ではないとして、分母と分子をそれぞれ x で割ってあげます。 y イコール ax 割る x は a、 b 割る x は x 分の b、 x 割る x は1。ここで x を無限大に飛ばすと、 x 分の b のこの x の部分がものすごく大きな値になるなっていきますから、 x 分の b は無視できるぐらい小さくなってしまいます。確かに y は a に近づくことがわかります、ね、x を無限に飛ばすとき y の値は a に近づくことがわかります。じゃあ次に y イコール2分の a を与える x 軸上の点が本当に b なのかを確かめます。 y に2分の a を代入してあげます。2分の a イコール b プラス x 分の axa は消えてしまって、両辺に2をかけてあげれば、1イコール b プラス x 分の 2x、 b プラス x ね、両辺に b プラス x をかけてあげて、 b プラス x イコール 2x、 b イコール x。 確かに y に2分の a を代入してあげれば x は b になりますよ、ね、そんな風に証明できました。さて、この y イコール b プラス x 分の ax、ね、僕たちのこの実験と対応させてみましょう。 y が表すものは、 y というのは縦軸ですから、 y は初速度に対応しますね。 x は横軸ですから、 x は基質濃度に対応しますね。 a は x を無限大に飛ばすときの y の値ですから、基質濃度を無限大に飛ばすときの y の値は Vmax に相当しますね。 b はB は y イコール2分の a を与える x 軸上の点、さてどこでしょうか。ちょっと探してみましょうか。 y イコール2分の a、 つまり2分の vmax のことですね。この辺かな。ね、vmax が a ということは、2分の vmax が2分の a ということだね。
2分の Vmax を与える X 軸上の点、何にも名前がついていませんね。初めて名前をつけます。ミカエリス定数と名前をつけます。この D のこの式のこの式の D に相当する量をミカエリス定数と初めてここで定義します。 B はミカエリス定数に相当する。ではこの Y イコール D プラス X 分の X を書き換えてみましょうか。 Y は V0、 A はVmax、 X は基質濃度、 B は見返り定数、そして X が基質濃度、こんな風に書き換えることができました。この式が有名な見返り数面点の式です。しっかり見返り定数、そして見返り面点の式をマスターしましょう。